ていますが、ハイライトをご覧いただきましょう。ロッテの先発は涌井です。2アウトランナー3塁1塁という初回でした。しかしディレードスティール、ここでタッチアウトです。鈴木がディレードスティールを見せましたが、タッチアウトで3アウト。1回の裏、ロッテワンアウト1塁、大瀬良からこの当たり、見事なプレーを見せました。サードの西川、ツーアウト二塁となって角中センターフライ、先制点奪えません。ロッテ2回の表です。この回の先頭バッターの松山のホームラン、黒木さん、うまく打ちましたね。これ本当に技ありですよ、素晴らしいホームランでした。松山のホームランで1点先制しました。さらに3回の表です。ワンアウト3塁で丸、この高いバウンドがライト線のツーベースになります。タイムリー、涌井にとってみれば不運です。2対0。さらに2アウト1塁3塁で今日スタメンの新井、ライトへのタイムリーヒット、これで3対0。広島が3点をリードします。ただ4回の裏、ワンアウト一塁からドミンゲスの当たり、ダブルプレーかと思ったところ、ショートの田中エラー。これで二塁一塁となって清田です。ライト前に持っていく、落としてまず1点返す。3対1、ワンアウト3塁1塁でバッターボックス鈴木、引っ張ってライト前、また1点返して3対2、1点差。さらに下位打線8番の田村、ワンアウト2塁1塁から左中間に持っていってタイムリーヒット、これで同点に追いつく。ラストバッターの加藤も続いてライトへのタイムリー、これで一挙にご覧のように4対3と逆転しますが、5回の表、この回先頭バッターの丸、同点ホームラン、センターの右に持っていきました。バックスクリーンの右に持っていって、これで4対4、涌井が4失点という形です。でノーアウト1塁というところで、大瀬良がランナー出した後、その後ドミンゲス、清田、鈴木、3者連続三振、このピッチングどうですか。そうですね、この辺りですよね、追いついて追い越されっていう、ね、シーソーゲームをものにしたピッチングじゃないですかね、はい、で7回の表です。広島ノーアウト一塁からこの判定、一塁セーフですが、井口監督リクエストを、それでビデオ検証を、結局はセーフのままワンアウト一塁となって、このワイルドピッチがあって二塁まで行ったところで、鈴木が左中間にツーベースを放って、これで5対4と勝ち越します。大谷が7回捕まりました。で勝ち越した後のまた大瀬良のピッチングです。ワンアウトから角中、ツーアウトからドミンゲス、2者連続三振、このピッチングですね。まあ、マウンドに上がる前の、ね、あの集中ですよね。8回の表、この回先頭バッターの相澤、ピッチャー増田に代わっている。レフトに高々とフルスイングしたボール、ホームラン、広島今日3本目のホームラン、これで6対4、2点差とします。でジャクソンが8回の裏、清田、鈴木、2者連続三振、
クーラー、ファーストゴロ、これキャンバスに当たって微妙なタイミングで一旦がセーフという形で、新井が、まあ、キャンバスを踏んでいないというようなジャッジでしたが、アウトでした。リクエストの結果こういう結果になって、9回は中崎を投入して広島カープ6対4、2点差、ロッテを下しています。山下さん、はい、敗れたマリーンズ井口監督なんですけども、まあ、脇は前半から悪かった。